日本の領土である尖閣諸島沖海域で、中国海警局の動きが活発化していることはご存知でしょう。ことあるごとに報道されますからね。しかし、中国が艦艇の交代時にレーダーをオフにしていることを知ってる人はあまりいないでしょう。今回は、これ事実について見ていきます。それにしても、日本政府はどこまで考えているのでしょう。日本、アメリカ、台湾3国の連携が以前にも増して大事になってくると思われます。日本と韓国での2カ国会議は開催される気配もありませんから。2021年4月2日、尖閣諸島周辺の日本領海に中国海警局所属の2隻の公船が侵入し、約26時間経過した翌3日に、やっと同海域を出て行ったという事案がありました。中国艦船は長時間にわたって日本の領海侵犯を行い続けていたというわけです。この2隻の中国海警局公船は、尖閣諸島周辺海域で操業していた日本漁船に接近しようとする動きを見せていたようです。そのため、海上保安庁艦艇が監視を続け、中国側に何度も退去警告を行っていたそうです。3月29日、中国海警局公船2隻が、尖閣諸島周辺海域へ領海侵犯を行っています。この時も2隻の日本漁船に接近する素振りを見せたため、海上保安庁艦艇が阻止しているのです。尖閣諸島周辺の日本領海内への中国海警局の公船の侵入行為が頻発しています。理由としては、尖閣諸島は自国の領土だと、一方的に主張する中国が既成事実化を狙った行動という見方が大勢を占めています。特に2021年2月より中国海警局法が改定施行されたことが大きいと思われます。その内容は中国側が必要と判断した場合、武器使用の基準が引き下げられたということで、実力行使を後押ししようというかのようで、油断できません。また、ここ2から3年の間、中国国内法によって増えている状況があります。それは、尖閣諸島周辺海域に進出してくる中国公船が、水上及び対空レーダーを切ったまま航行して侵入し、同海域到着時にオンにするという運用を行っているというのです。こうした動きは、自衛隊やアメリカ軍等に対し、中国側艦艇が尖閣諸島海域へ出入りする動きを把握させない目的があると考えられます。つまり、より悪意のある行動と見さされています。水上、及び対空レーダーを稼働させずに、中国艦艇が航行するということは、尖閣諸島周辺海域で、日本漁船などの他の艦艇と衝突する危険性が高まることを意味しているはずです。それに加えて、中国側の一部の艦艇は、日本の艦艇用の民生用レーダーを搭載しているので、わざとこれを稼働させることによって、自分たちが中国公船であることを隠そうとする意図があると考えられているのです。とはいえ、個人的には、このようなアナログな手法で、自衛隊やアメリカ軍のレーダー網から逃れようというのは、相当無理があるようにも思えますし、そういった企乱をしていることをわざと見せつけることが狙いのようにも見受けられます。また、尖閣諸島海域での活動とは別に、中国海軍の航空母艦遼寧を中核とする艦隊が、4月3日、沖縄と宮古島の間の海域を抜けて、太平洋に進出しており、総数は6隻に及んだということです。
この遼寧は、中国海軍の練習用空母という位置づけですが、今回は、日本領海や接続水域への侵犯は、ありませんでした。ちなみに、この艦艇が同じルートで航行したのは、ちょうど1年前の2020年4月だったことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。2020年は、アメリカ海軍の原子力航空母艦で、乗組員に、新型コロナウイルスの罹患者が発生し、隔離することになりました。不測の事態で一時的とはいえ、太平洋地域で活動可能なアメリカの空母は、一隻もないという異常事態が発生したのです。そのため、いつもは、アメリカの空母打撃群を警戒している中国海軍が、鬼の犬間とばかり、自国の遼寧を、これ、見よが、死に、太平洋方面に展開させ、当時も大きく報道されたというわけでした。最近の中国は、一時中断と伝えられていた、新型航空母艦の建造を再開しています。新型は、この、遼寧や続く3頭と異なり、電磁式カタパルトを装備した、固定翼機運用型になると見られています。さらにその後に続く艦艇では、技術的な困難が伝えられていた、原子力推進型の実用化も進めている模様で、中国が目標としている、航空母艦6隻体制の構築を確実に進めてきていることが、確認されているのです。こうした中国海軍の増強に対し、2021年4月8日には、アメリカの上院の外交委員会が、戦略的競争法と訳される法案を示し、軍備拡張を続ける中国への新しい対処方法を打ち出したものになりました。この戦略的競争法は、アメリカ上院の超党派から提示されたものです。日本や韓国との同盟を基軸として、安全保障のみならず、経済的な協力関係を堅持することが述べられており、注目を集めています。その中には、日本にとって、心強い文言があったようです。中国の脅威にさらされている、尖閣諸島について、日米安全保障条約に定められた第5条の適用対象であることが、明文化されているのです。これは、極めて重要な意味を持つ内容と言えましょう。2021年1月に誕生したバイデン新政権は、対中国強硬派だった前トランプ政権時代よりも、中国寄りの政策を採用するのではと見られていましたが、今回の動きは、若干の安堵感を覚えるものだったようです。しかし、こうしたアメリカの動きを見逃す、中国ではありません。中国政府は、この、戦略的競争法に強硬に反対する姿勢を早々と表明しています。この法は中国のウイグル問題にも踏み込んでいるので、主権侵害と激しく主張しているのです。尖閣諸島に関しては日本の主権侵害ですけどね。南シナ海の領有権も一向に譲歩する姿勢は感じられない中国は、2021年は尖閣諸島に対する圧力をさらに強めてくることは間違いないと思われます。日本の領土である尖閣諸島沖海域で中国海警局の動きが活発化している。中国の艦艇は交代時にレーダーをオフにしており、日本政府の対応に疑問が呈されている。中国海警局の公船が尖閣諸島周辺海域に侵入し、日本漁船に接近する動きが頻繁に起こっている。中国は尖閣諸島を自国の領土と主張し、既成事実化を図っていると見られている。中国海警局の公船は侵入時にレーダーをオフにし、衝突の危険性を高めていると考えられている。中国海軍も、
航空母艦を展開し、増強を進めている。これに対し、アメリカは中国に対する新たな対処方法を打ち出している。日米安保条約により、尖閣諸島が適用対象とされており、日本にとって重要な意味を持つ。中国はアメリカの動きに反対し、南シナ海の領有権問題でも圧力を強めてくる見込み。